Здорово, народ! С вами вновь Казуко Фэмили. Мы пройдем дополнительный бонус чаепития. Присаживайтесь поудобнее, чтобы потом у нас открылась вторая глава. Так что это будет небольшой материал. Так что ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, приглашайте друзей, а мы посмотрим все это, дружочек. Всем приятного просмотра. Чистилище. おお、みんな海猫の鳴く頃にお疲れさん。やれやれ、わけがわかんないうちに。つまりなんだあれは。結局犯人は暴けず時間。おお、きっとバッドエンド。おお、そうだね。1日目の夜にマリアちゃんが読んだベアトリーチェの手紙に、僕たちは自衛や犯。そうですね、ちゃんと碑文の謎に挑んでいたら。シャノンちゃんもお疲れ。お茶の給仕なんてしなくていいぞ。何しろここはおひでえ目にあった者同士、ベロベロベロ。ひでえ目って言ったらシャン、綺麗どころのキャラだから、てっきり最後も一番最初に殺されるし、顔面を半分砕かれ、最悪だよな。そういうお役目でしたら姉さんが気にすることは。お嬢様方もラスト。なんだか全身を食い。それを言ったらカノン君の最後が返り討ちとはいえ、犯人と俺らのよくわからん最後。結局何も。でもカノン君だってあのせいで。そうだね、あの時点では全員だから。カノン君を殺せるのはみ。うん、マリアは最初から出会った。信じたくはねえけど。べ、そうですよ、人にはできない不思議。うん、エヴァンは人間にはできない。うん、19人目。となればその人物をベア。多分僕たちは黄金の魔女にね。だからマリアはみんなずっと信じなく。うん、信じないと奇跡は起きない。うん、そうですね。ベアトリーチェ様は。マリア様は恐ろしい事件が次々。マリアは一。でもそれじゃあ。それは多分碑文の歌が目立つその一人に。シャノンちゃんはせめてもう少し。まあその、それにほら今はこうして。でもこう言っちゃなんだ。ファンタジーだと分かって、遺産をめぐる外界から隔絶されたこと。おお、ファンタジーじゃな。ベアトリーチェはいい。おええ、はベアトリーチェ様は。そうですね、ベアトリーチェ様は。悔しいが19人目の魔女の会。人間には不可能なことを劇中の僕らは。そ、今ならはどれもいずれも魔法の力を使いこなす。犯人は魔女だ。その一点においてベアトリーチ様万端。うん、みんな信じた。マリアは嬉しい。神様も魔女も信じ敬う人。じゃあさ、せっかくここで気を取り直して。ちょ、うん、賛成。きっとベアトリーチェ。劇中ではみんな。せっかく出題されたのなんだかかわいそう。碑文のメモがある。みんなで謎解き。みん、物語は多分この時点。そうかもしれません。私たちはベアトリーチェ。まあすっぱり今からでも再挑戦するってことで。ささ碑文の謎に。何のにの。ちょいと待てよ、お前。お前ら、なんで魔女の仕業って。そんなのあるわけねえじゃねえか。
だ明らかに人間どの事件も人間そうですよだって人間じゃ説明バトラ様がお前たちこそこんなの人間が起こした事件に魔女なんているわけねえだろ私が倉庫の中で殺されてあれは人間が犯人ならそりゃどうやったらあんなひでえことができでもあそこはバラ庭園の倉庫きっと中に妙な道具とかわかんねえけどよ例えばそれはそのじゃあバトラーじい様が密室の書斎から消え去って扉は封印されていたのにその話はじい様が何らかの方法を使えばあるいは窓から出て別に魔法を使わなくたってそれはならバトラ君僕の母さんたちが客扉には無論窓もねどうやって人間にまあ確かにとにかく犯人は鍵チェーンに許される程度の扉の非常に苦しい話やあるいは確かにだセリオーズなでいちっとまよまじだが密室トリックのそこいらの書店で密室ミステリーを数冊買ってくりゃどうとにかく俺には思いつかそれはひどい説明できないのに人間兄貴たちは何をし一見できなさそうに見えてもそれがお約束めちゃめちゃなのは人間にできるってんならできねえだろできなきゃすぐに犯人は魔女その論法で言っちまったら正解バトラは問題をすマリアたちは人だから人間じゃないそれが魔女だなのにバトラは説明できない地球が回ってるはずがない宇宙が地球を中心にまつまりお前らはこういう人間に可能だと説明でベアトリーチェであることをそこまで押しつただバトラ様が夜前事っておかしいのは俺なのさっきからバトラ様僕は自分が死んだ時それが人間の死はあの時にもかかわらずその件も劇中で例えば熊カノン君がボイラー室に降りてから一緒にボイラー室に入ってあるいはボイラー室に踏み込むと何しろ正気必ず誰かがやってくるわけだから仕掛けだけ施せばボイラー室のトラップそうだよあのあとすぐでもそんな変な仕掛けはさようですバトラ様いや、でもとにかく何かのこうも考えられるそもそもあれはそうだエヴァおばさんたちも実際自分で密室を作り死んバトラお前さっきから頭大丈夫かあの そこまで荒れみ俺はあくまでもトリックをかそれにほら死者が実はお約束ってつまりだカノン君が殺された時そしてクマでもそれはせいもし死んだふりをして犠牲者に混じりすはあつまりエヴァおばさんでもおばさんだそうです南條先生はもしバトラ様の説を採用ああ南條先生が犯人の一味でほらこれもすでも南條先生もそうさ何しろ南條先生以外に検視ができ本当に脈が止まってるかなんてこの論法なら私たち最初の6人だってシャッターを閉められたそうだぜその鍵は母さんじゃあ母さんもはいやいや最初の6人は無理そうだがなら内側からそうさ俺たちが部屋を出た苦しいかあるいは南條先生
ほら、自分でも言ってたぜ。剣士は誤信率が高い。うまく偽装したとか。身代わり、方法やトリックはこれから考えるとして。ましてやんな。それだけは断。はぁ、あ。ば、ひひひ。そういうわけじゃ、ただその、安易に19人、それら全部を否定しきった最後の、魔女なんているわけない。なんでさっきからみんなは、そりゃ、身内に殺人。でも、あれだけ大勢を殺した、兄貴だって、ジェシカだって、カノン君の仇を、シャノンちゃんだって、なんでこう、パーンと、お前ら、呆れてるんだい。バトラはさっきからシリだから。それで人間にどうや、具体的には。そう聞くと決まってバトラは今は思いつかないけどとか、むしろ知りたいよ。どうしてベアトリーチェいるのに。どうし、いねえからだよ。魔女なんかいるわけがねえ。まるっきり。バトラ様、お気持ちはわかります。ベアトリーチェ様は。バトラ君、これほどまでに。説明できなきゃ全てどうして電球が明るくなるの。違うだろ。魔法じゃなきゃ説明がつかないことな。魔女だの魔法だのってのは、兄貴たちは、わからねえじ。そうだろ。やっぱり、バトラだけはど、誰か一人でも信じなく、だから、バトラのその妄埋な思い、なるほどな。ようやく一旦が見、つまりお前らは、俺全員が認めた嘘は、そういうこったろ。ここばかりはあいにくだが、お前らが俺にそう詰め寄るから。悪いが、最、魔女の存在を俺に認めさせたいなら、それは、人間、魔女が魔法でやってみせた。さらにだ、誰か一人でも信じなかったら、真の奇跡は、たとえ俺一人が死ん、だからこそ、俺が信じれば成立。ベアトリーチェ。よい。久しぶりに愉快な。お前誰だ。招か、よいよい。こちらのお方は。ご機嫌うるわしゅ。バトラ君の暴言を。こいつは頑固です。よいよい。千年も生き、たそなたのような気骨あるお、ベアトリーチェがお姿を現。ふこりゃたまげたぜ。そこまでして俺に魔女が、19人目が犯人だと思い込、ますますに。だから全然、お前はマリアたちが主張、そしてそういう虚構の、だから俺にも信、俺だけが信じないから。そうなんだろ。魔に通じぬボンプの分析なる。どう、我ら魔女の手、どう逆さに振るってみ、決して我らを。だから魔法が、お前のその態度。何を言ってやがるかさ。わざわざお姿まで現してもらって恐縮だが、俺はお前さんの存在なん。確かにこの2日間、さっきマリアに言われた通り、俺は、だが、だから、俺は兄貴たちとは説明できないから魔女の仕業だなんて論法。お前は屈服させが、お前のような男にこそ、お前のような男にこそ、す、寝言言いたきゃ好きな。俺はお前なんか、全ての出来事に、そこには一辺たり。よい、それでこそ。ならば聞こう。お前は先ほど、エヴァたちを人間とトリックでどうこう。いきなり一番辛いってことは、真犯人さ。
さて、このわずかな隙間から。多分そいつを使って。その隙間からは見えない。ベッドして。隙間はある。何か方法があるはず。お前に思いつかぬなら。ほう、魔女様ならどう。お手並みを拝見してやる。バトラ、ベアトリ。よい、愉快な。それでこそ福さ。そんなに俺に。俺がこうさ。だが見てろ、きっと俺。覚えておこう、弱き魔女。力、それを超える屈服の誓いはない。そこまで言わせたからこそ。さあさあ、おいでの我に滞在を許す。ベルゼブブにアスモデ。さあ、罪人の魂。見てみる。殺せてたま。殺せるとこのように。怒りにとらわれやすい気温。どうかお許しください。カノン君は十分に反省。よう、わらわも。ふざけるな。こんな三文芝居で俺が何が。千年を。てめえのトリックなんざ。千年じゃねえ、魔法なんか断じてねえ。事件の全ては人間。我が千年。よいよい、愚かなバトル。よすんだ、ベアトリーチェ様に逆らっちゃいけない。シャロン、シャロン、しっかり。どうしたってんだよ。クソ、何なんだこれ。頼む、ベアトリーチェ様を信仰しようだから。君が信じないから、信じないから。魔法が溶けて。やめろ、やっしゃを恥ずかしめるな。兄貴が何をした。ジェシカが何をした。もう、いや、バトラ、魔女なんかにくじけるんじゃ。否定しろ、バックしてやれ。こいつは誰か一人でも否定する限り存在できない。大丈夫か、ジェシカ。
おお、バトラ、早く。で、じゃないとみんなの魔法が溶けてしまう。マリア、わらわは魔法でもお前が信じないかに。もっともお前ほどの男。バトラ、私たちは身内を現実から目をそらしたから魔女に。でもバトラなら、バトラなら魔女になんか。ジェシカ、ジェシカ。バトラ、泣かないで。ベアトリーチェはだから悲しだから死んでも平気。てめえは許さねえ、絶対に許さねえ。何が魔女だ、何が魔法だ。俺は全身全霊をかけてお前を否定してやるぞ。何か何でもてめえを認めるわけにはいかねえ。俺をここまで敵に回しやがった以上、絶対にてめえだけは許さねえ。許さねえ、許さねえ、絶対許さねえ。よくもこの後ろ宮バトラを敵に回しやがった。何が何でも貴様を否定してやるぞ。どんな不可解だろうと全部人間で説明してやる。君をこの世から細胞のひとかけらまで残さず消し去ってやる。Ну да, то, что битва Батлера с ведьмой, то, что он будет ее отрицать, это в принципе и так было это. Понятно. Сейчас должна активироваться, по-моему, вторая глава. После этого чаепития. Музыка прикольная тут.
Уменеко но наку ко роми корони. よくぞ言ったぞ、バトラとやら。ちゅう？それでこそ。さあ、人間とトリックとやら、そして人間の我が千年を。それでこそ。さあ、聞こう。マリアの手紙は、6人の殺しか、シャッターは、レシートのフチェーンのミシカノンのボイラー、源氏たちの客も、夏日の自殺は、秘文の謎は、隠された黄金の さあバトラとやら人間の力あは。Так, а что это значит новое? А, существ. Нет, еще эпизод 2 не разблокировался. Понятно. Вот оно как, с существами. Чаепитие существ. Да, оригинально они сделали. Ладно, чаепитие существ мы, наверное, запишем, соединяя, наверное, со второй главой. А так мы посмотрели чаепитие с ведьмой. Вот. Ну, всем спасибо, что посмотрели этот момент чаепитием. Всем до скорого. С вами был Казуков Эмили. Всем пока-пока.